マヤ観光ホテル跡。2002年時点の画像で屋上にあった煙突は2004年の台風で倒壊している。また、画像右側の屋上にあったタイヤのようなものも内部に落ちたのか見受けられなくなっている。マヤ観光ホテルの内部、解説当時のマヤ山温泉とされる写真マヤロープウェイより、マヤ観光ホテルは、かつて兵庫県神戸市灘区のマヤ山中腹で営業していたホテル。 1930年に完成し、1990年代に閉鎖された。その後は廃墟となったが、モダニズム建築としての価値が評価され、廃墟では珍しい国の有形文化財としての登録が決定した。マヤ工作鉄道の福利構成施設として営業を開始した時は、マヤクラブという名称であった。第二次世界大戦前から戦中にかけて、マヤホテル、 マヤ山温泉ホテル、マヤ山温泉と変遷し、戦後の改装後は、マヤ観光ホテルやマヤ国際観光ホテルと改名された。台風被害などで1967年にホテルの営業を辞やめ、1970年頃から1994年頃まで、マヤ学生センターなどと称された。マヤ観光ホテル、マヤ学生センターの頃から、マヤ館とも通称、 独唱される。設計者は今北乙吉。アールデコ風のユニークな建築様式であるが、現在は廃業して廃墟となっている。内部は経年劣化による損傷が激しく危険なため、立ち入り禁止となっていた。2017年にマヤ遺跡ガイドウォーク企画の中で外観のみ見学ができるようになった。2021年夏に登録有形文化財となる予定。 マヤ工作鉄道がマヤ駅付近に1929年5月から建設し11月に営業を開始した。鉄筋コンクリート作りで軍艦を連想される外見から軍艦ホテルと呼ばれた。1944年に第二次世界大戦が激化してマヤ工作鉄道マヤケーブル線が不要不急線として運行が停止され、 ホテルも1945年に営業を休止した。戦時中の空襲により大きな被害を受けたため、復旧が遅れ、その後、民間業者へ売却されて、1961年に全面改装の上で再オープン。内装は1959年春に大阪で解体された豪華客船、フランス外より装飾品などを買収して改装された。台風などによる被害で、 1967年頃にホテルの営業を休止し、1974年頃から学生のゼミヤサークルの合宿専用のマヤ学生センターとして転用されたが、阪神・淡路大震災前の1993年に学生の合宿所としての使用も停止された。阪神・淡路大震災で倒壊はしなかったが、建物が大きく損傷したため、立ち入りが禁止され、 ホテル脇を通ると残道も通行止めとされた。廃墟ブームで不法侵入を含めて訪れる人も多く、廃墟の聖地、廃墟の女王とも称された。NPO 法人 J ヘリテージなどが地域住民や所有者と連携して建物の調査など文化財登録を目指して活動してきた。ABC 廃墟口ゆく美しさ、聖地マヤ館観光資源に、 朝日新聞長官2021年5月2日2021年5月7日、閲覧廃墟としてのマヤ観光ホテルを有名にした文献に、開古文化総合詞1万臨時増刊号、緊急特集、廃墟の魔力が知られているが、同書に、このマヤ観光ホテルは、昭和5年に、阪神で演鉄系列会社の、マヤ工作鉄道株式会社の福利構成施設、 マヤクラブとして建設された。昭和7年よりホテルとして営業を開始と記載されている。このマヤクラブについては、当時の建築学雑誌の新建築紹介ページに写真入りでマヤクラブ春光昭和5年2月末日、鉄筋コンクリート4階建て、四光台、林組と記載されている。また、これを参照にした阪神館モダニズムでも、 マヤクラブとして紹介されている。しかし、第二次世界大戦前の資料では、ほとんどが本文で紹介した、マヤホテル、マヤ山温泉ホテル、マヤ山温泉であり、マヤクラブは、この建築学雑誌でしか確認できない。AB、神戸のハイホテルが文化財に、日本経済新聞日本経済新聞社、2021年3月19日。 2021年3月19日閲覧。川島友2001、AB 川島友2001、P321、金子直樹2005、P74、AB 金子直樹2005、ピアニッシモ78から79、元フレンチライン、イルド・フランス、金子直樹2005、P83。ありがとうございます。